それでは今日のハッピーポイントお話しさせていただきます。今日はつぼみさん登園して1週間経って泣いている子も本当に少なくなってニコニコ笑顔で登園することができて、私もちょっとホッとしているのと、今後また泣いて登園する子もいるのかなという不安もありますが、毎日一日一日とても楽しみになっています。今日は本当グループに2グループに分かれて、園内の散歩などしていきました。なかなかつぼみさんを部屋から出ることができなくて、子どもたちもお外行きたいってなったので、今日みんな他のクラスの様子を見ながら楽しくお散歩することができました。また人工芝でも遊ぶことができて、子どもたちもう一回まだやりたいまだやりたいもう一回やるのとか言ってなかなか終わらないことがあって、ちょっとほっこりしました。これが今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。